大国鉄ハズ型ディーゼル機関車は、1986年に西ドイツのヘンシェルにて製造された大国有鉄道の液体式ディーゼル機関車である。その車番から70型と呼ばれる場合もある。なお、メーカーにおける形式は DHG700C である。1980年代前半の大国鉄では、60年代までに製造されたドイツクラウスマフイ製ケム型や、 イギリスハンスレット車製風型などの旧型入れ替え機を使用していた。しかしこれらは牽引力が低く非効率であるため、これを近代的な大出力機へと置き換えるために製造されたのが本形式である。現役の大国鉄の機関車としては唯一突型の車体をしている。本線運用は考慮していないため、最高速度は時速 58km と、 かなり低いものとなっており、その分入れ替え機として必要なトルクを確保している。また、大国鉄最後の液体式ディーゼル機関車でもある。塗装は、黄色とオレンジ色のツートンの間に赤色の帯が割り込むものとなっている。前面は、いわゆる、金太郎塗りである。また、ランボードブは、黄色と黒色の軽快色で塗装されている。なお、75号機は、 黄色の車体に白色の帯が入る独自の塗装となっていたが、現在の塗装は不明。導入当初から現在に至るまで各地の主要駅や工場などにおいて入れ替え機として活躍している。最も大きなものではクルンテープ駅にて入れ替え作業を担っていたが、これは後に GE 型にその役目を譲っている。また、その高出力を生かし、 近距離軽量貨物列車の牽引を行うこともあった。ありがとうございます。